キーさんからもきてるよちめよ<お>、ミスター池上諦ばりに言う、またそこからですかこれ見えてるのかな何か見えてるよ。もう配信してるから。どこだツイキャス。こっちだね。こんばんは飲んでます的なことも言おうか。そうね いや今日はねってこう言ったよでも最初あれでし最初、最初、えー、SPC がこれから始めていくんですけど、えー、あのー、先日ね、あの木曜日、ゆうかちが聞こえてるから、これ嘘、うん、聞こえてるから、ほら開きますよ、ね、あっす <laughs> <laughs> あと20秒結城 <laughs> さん、恋はしてない <laughs> さ,あさあ、あと10秒ほどでやります皆さん、よろしくお願いします ピピースピースス今日元気だね。<laughs> いいんだぜ、動画チェケラー、これが FM えー、今日はですね、あのー、先日ね、ゆかちのゆかちさんのね卒業、うん、ということで、われわれも見学に。まあ、見学というかねぎらいというか、今までね、うん、ありがとうというような。あの面識はないんですけど、俺たちも何ヶ月やってますかもう。 10か月か、長いようで短かったなうん、楽しかったよねでもあれね、ゆかちさんもさ、最後いっぱいギャラリーの方もね、リスナーの方もいっぱいいてくれて、すごい愛されてるなれて。でも、今日見てくださいよ、僕たちは誰もいないけどでも、これが俺たちっていうか、こういう感じだよね。 覚えてる最初のゲストさん。あ、最初のミキ、あの。最初のオリオの CM 出た、なんでミキさん。そうだね、そうだね。あのミキ、あ、ミキさんも、まあ面識ないでしょ君は。とってもね、まあ、僕たちの力量不足もあったけど。 今とのってはいい思い出だな今改変期っていうことでそうね3月から4月にかけてねそうだね3月に終わる番組も多々あるということでそうなんかさっき話聞いた僕たち日曜日のねこの欄でも終わるのがあったりするらしい悲しそうだねそういう時期仕方ないのかもしれないねだって終わりがあったらその人たちはまた次歩き出すわけだからそうそうそう終わりがあって始まりがあるわけだから。まあ自分 たたちも26歳か、区切りっていうか、ピリオドではないけど、まあでも、締めっぽくなってきたんだ俺たちっぽくないよね、ここはね、らし3月っていえば、確かに卒業式シーズンでもあるけど、高校生とか、みんな卒業してるお客その流れになっちゃってるっていうのも、ちょっと恥ずかしいっていうかさ、照れるところもあるけど、あ仕方ないか。 でもさ、来週からも FM コザもちろんあるんだし、ずっと。FM コザさんはずっとありますよ、もちろん。今週は俺たちのねラジオ聞いていただいて。そうだね、これと日曜日はあと27日1回あるか、3月で。日曜日、そうだね、今日うが20日あるから。来週の、そうだね、番組、新しく始まる番組のなんか言いたくないけど、これはさ、そうだね。 最後の責務というかそうそう俺達もう俺たちもやらさせていただいてるんだからうんそうだなじゃあちょっとお知らせしたいと思いますはい、はい、えー、今日はねあの20日なんですけど、うん、来週の日曜日27日はですねまた番組があるということで、うん、新番組ね、はい、そちらの番組のお知らせを僕たちの方からさせていただきたいと思います、うん、お願いします えっと、2016年。平成で言うと28年。平成との昭和の次で。まあ誰も気にしてないかな、そこは。もう来週って言えばいい。2016年の3月27日。日曜日夜8時から、また番組が始まるらしいです。なんでしょうはい、SPC が始まります。引き続きかえ引き続き 改めまして、こんばんは、SPC の千葉です。一世で。あと三人いたら、SPC です。とい,いうことなんですけどもね。うん 全然なんかさっき締めっぽいとか言ってたけどだって一番 AKB ファンさんから SPC 引き続きかいってきてますよ引き続きかいってやん終わるって誰も一言も言ってないですねゆかちさんの卒業シーズって今は卒業シーズンだよってことでね俺って何も悪いことしてない俺悪いことしてない嘘をつかないポポみたいになったミスターポポみたいにということですね SPC がという番組なんですけどこの番組は一応ラップグループ SPC による笑いあり音楽ありのラジオっていいなそこはということなんですけどこの番組ですね なんとはい、はい、パソコンやスマホでも動画で、うん、生で見ることができます。チェックイットアウト。はい。そしてですね我々あのメッセージを。をメッセージを。をメッセージもどうしどうし募集中いっぱい募集してるんではい、はい、伊勢さん。はい、伊勢さん。はい、はい、<laughs> こちら現場の上間です <laughs>、はい。メッセージアドレスの方よろしくお願いします。はい、はいえー、メッセージアドレスの方が f 七六一アットマーク f m k o z d o j p 七六一アットマーク小文字で fmkoza.dot.jp になります。はい我々ツイッターもね。小文字 k です。嘘でしょ差し押したお前ま。<laughs> なんか差ししてないですけどね。はい,はい、はい、あのツイッターもやっております。はい、ツイッターのアカウントは。 ツイッターの方が SPC アンダーバー沖縄 SPC アンダーバー OKINAWA になるぜ、チェックしとけ。一のそれ聞きづらいわ、本当、皆さん、何でもいいんで送ってくださいとね、このね、ちょっと終わり感を出したのは、先日ね、僕たち、木曜日、平日ですよ、毎週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 、番組があるんですけど、朝の情報番組があります。 その木曜日担当のゆかちさんが卒業されるということで、何も面識がないのに見に行くっていうね、見に,に行ってね <laughs>、<laughs> そしてこの、うん、僕たちあの、影に隠れて、こっそり見ようとしたら、うん、ね、清毅さんとかにね、うん、来い来い来いって言われて。 出ろ出ろ出ろって言われてまさか出るというねまさか出てしかもあと残り時間が30分しかないそれなのに出て SPC ですみたいなさしかもあれをあのまあちばやく頑張っててよあどうも SPC ですって言ってたんだけどマイク入ってないじゃあこれにマイク変えてどうも千葉やですマイク入ってない2回入ってないからそういうこともあるんだと思いつつ頑張って出たんですけどやっぱね最後っていうのは悲しいもんはあるけどなんか プラスの感じの終わり方だったんで、そうだね。うん、僕たちも。でもね、一星君はひどいと思う。何が何が一星はひどい。えというといつもは一星が俺に、ちばゆうよ、お前もっと活動しろよみたいな、家に閉じこもってて、なんも始まんないよ。遊びにしても恋愛にしてもね。そうそう、ステップアップしていかないと、はちばゆ そののの女子連絡するためらってんんの連絡すればいいいじゃみたなめっちゃ俺チャラくないお前えお前が逆に逆にだよお前がもし誘われて嫌って思うことないでしょ一応嬉しいじゃんみたいなあっちもそうだよみたいなさめっちゃデフォルメしてるじゃんパーベキューマンみたいな感じでさなんでオリエンタルラジオかやってるけど一星んはさやっぱ根本的な部分では あの俺よりひどい、梱包、やっぱ僕と、まあ、千葉絵もそうなんですけど、うん、学生時代、女性と1年間として10個とも喋らなかったんです、はい、僕たちは。どんぐらいひどいかというと、うん、そのゆかちぃさんの,この最後の放送のえっに、と最後に写真を撮ろうみたいなとそとかあそう、ね、リスナーさん含めてみんな写真撮ろうって時ありましたね、はいはい、あの放送中、外で見てたんですけど、うん、曲の、最後は中に入ったんですけど。うん なんか一成君、端っこに端っこに行こうとするんですよ、FM 小ザさんの隅っこに、テトリスの最初の変化って、端っこに端っこに行こうとして、からめちゃうよね放送中も、僕たち、ガラス越しなんですけど、FM 小ザの局内って、僕たちも真ん前に座ってたんですよ、だから結構、パーソナリティの方が僕たちをいじってくれるんですよ、SPC さんがこうやってますみたいな感じで、なんか拍手するタイミングがあって、こういう高校で、こうありましたみたいな、僕、ふっ 普通に拍手してたんですよ、うん、そしたら一斉がどうした、うん、おい千葉ゆお,お,おいおいくるぐ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 るって言い出して怖い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 なに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 言ってんのなに言ってんのみたいななん一斉がすごい焦って俺にお前そんなことしておろろろろろみたいな言ってきたんですよあれはねあれなんなんなのあれじゃあ,あれは 普通に僕は拍手して。た終了時間三十分前にゲスト出させていただいて。なおかつ、ちなみにお前の三っていうのは親指人差し指中指なんだなおかつ。かっこわる。三二一でお前台湾はこう数える。そうやろう。あの残り三十分なのに、千葉優が目立とう目立とうするから。違う。あのう、あるですよ。拍手普通にって言います。普通の拍手は。とかじゃないですか。おんってこいつは。 何秒しか分からないぐらいのすごいスローにあるんですよだから目の前に僕たちいるんであまた SPC さんが変な拍手してるとか言われるよとあっそれ俺は求めてると思ってたけどお前そこまで笑いに貪欲かと言いたかったんよ俺はじゃそれは言ってくれたらいいじゃん俺も別に聞いててリアクション取ってただけだからでも一成怖いんですよ確かにもうんか僕が拍手してるときにじゃあま今拍手してみて。 い怖怖怖いいいいいやい、や,や,やっぱね根本的な部分、すごい、ゆかちぃさん、すごいキラキラしてるじゃないですか。<うん S 2> 僕、ジで天使っているんだと思まて。ゆかちぃ AKA ミカエル <laughs>。本当にそういう綺麗な人目の前にすると、もう喋れないっていうか、行動も取れない。 あもう蛇ににまれたじゃないけどそうなんですよねだからちょっと学生時代の僕が出ちゃいましたねあれはひどいんかさ最近あの一成は毎週合コン行ってますとかさデートいっぱい行ってますみたいなキャラだけど根本的な部分は俺よりひどいよやっぱりあの感じはお前仲間と思ったら敵か俺に対する情報全部マイナスだね敵は FM 小座にあり FM 小座さん皆さん味方ですかお前だけでいやもうあれはもうびっくりした俺も 届んか今日俺たちいい感じのテンションだねそうだねでも待って違うテンションいいさたまにはさツイキャスユーストリームの皆さんにテンいっちゃいましょうよ振っちゃう時間ラジオの人はツイキャスの人こんにちは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 というね陽気なんか まあ結果から言います。結果から、うん、お酒飲んでます。飲んでるんかい。<laughs> 実は<私>ね、明日ね、あの、うん、今日三連休。そうそう、春分の日で、ね。十九、二十、二十一と三連休なので、うん、あのたまには。そう。 お酒を飲んでやってみようってことで結構飲んだねねこうを制止かと思ったら制したこうを制止かと思ったらテンションはねだからねあ後で見返したらダメなパターンだよねこれそうだねでも千葉よ日はさ、はさゲストさんもいらっしゃってるんですよ嘘でしょあの僕たちはゲストマジで誰か出てくるキャンペーン知ってますね知ってますねその第2弾「選手はゆきさおり同好会」きょは FM コザでも番組持っていただいていますバー中里 中里さんに来ていただいております、今後ね、ちょっと楽しみな展開もいっぱいあるので、CM 明けにお呼びしますので、ね、ツイキャスもいっぱい来てますね、ツイキャスがえゆきさん、SPC の千葉でサラマンダー、知念村からこんばんちはということで、なるほど、二人とも恋愛してるかいっていうことで、うん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 、まあまあまあ、きょうきょう恋愛といえば、今日う、ゴディバ行った。 そうなんです。ホワイトデーのお返し人生で初めてホワイトデーのお返しで。ゴディバ行った。皆さんすごいですよ。ゴディバって高級なチョコでして、6粒たったチョコが6粒入ってえ、いいせいいせそこ、ふんわりいこうか。6粒で6粒まあ、安いよね。安いと言われたら、まあ、100億円持ってる人からしたら安いけど100億円持ってたら安いね。安いね。超お手頃な。でもまあ、僕たち庶民からして、 ゴーディーバゴーディーバゴーディー、ゴーディー、ゴーディーバなんでゴジラの音程か、ま、いや、びっくりした、俺は。初めて行った、ゴーディバさ。そうなんですよね。うん、あんなチョコレート屋さんもあるんだね。そうそうそう。うん。まあ、ってことでね、いろいろメッセージも来ております。はい、あと、バーテンダー、中里さんから、FM 小座前から、こんばんはってことで、あとで中に入っていただくら前から中へ。あと3分後ぐらいに来ると思いますけどね。 は今日の生かしてる1曲目、何なの1曲目はですね僕たち SPC の曲をたまにはね、流そうかなと思って、たまにはスタジオにも流したらそうだね、そうだね、そういう感じでやっていきたいと思います、ツイキャスの皆さんも聞いてください、僕たち、1つ問題が、ですか CD ばって入れたんですけど、1曲目、何が入ってるか分かんないから、そんなランダム方式流して選ぶんで、よし、あし、僕たち9割打くなんで、その1割に当たるといいですね、僕たちから。 えー、ショーンケがお送りしました <laughs> <laughs> ショーンケさんもういじるなお前ショーンケは SPC の曲の何か <laughs>、うん、はい。私たちだ はい。さてさて、まあツイキャスユーストリームをご覧の皆様、はいはい。今日はですねゲストお呼びしております。はいはい。生です。よろしくお願いします。シエマケに、シエマケにガッツリご紹介します。はいよろしくお願いします。あれね、トリゴロさんはお持ち帰りビールやってるってビール。あ、マジか。はい、ジョッキでですか。あのカップでつって。え、やってるそうなんだ。焼き鳥も持ち帰れるんですか。そう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 。ちょっとびっくりして。 今ってきたですか3名ともガソリン注入してるみ今日はね300円でいいって言ってあ三320円ですよとか変こあるんねぎローでしないでくださいじゃあ400円あげるからビールちょうだいっつってあお釣りあれ考えたらもうちょい歩いたらローソンで3本買えまあ確かにでも3本飲んだら多分今日の放送うまくいかないんで鳥殺さんありがとうございます さあちょっと千葉、今さ、はい、あのツイキャスの方から、アセロラアットマーク加工趣味さんから来ていまして、はい、えこれ、本物のラジオと一応ラジオなんですよ、本はい、アセロラさ、そうですね、本物のラジオにだ、どんどんガンガンずいずい、ぐんぐん上昇、送ってください、スケーターでしょ、<laughs> 違う すごいね、これ、本物のラジオって来るって、驚いたね、うん、あでも多いですよ、自分自分とこの番組でもへ<ー>あ、ツイキャスでめっちゃコイン落としてくれるんだけど、はあ、すみません、延長できないんですって話しながら <laughs>、コインって何ですか、すか僕たち分からないんですよ、ツイキャスとかのやり方がよく分からないで AKB ファンさんがコンティニューコインで落としてくれてるけど、僕たち、何のことか分からなくて、このコイン落としていく分で、ツイキャスの方があが延長して。はい 基本三十分なんですけど、一時間使えたりするんですよ。あ、そういったの遅れてるってことなんですか。そう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 ,そう,そう,う。ね、あと五秒です。ありがとうございます。はい、A. K. B. ファンさん。よし。 はい改めましてこんばんは SPC がやっておりますけれども上げろテンションお前どうしたまあいろんな花がね今この季節は咲いていてそんな番組じゃないだろ上げろ上げろ千葉はい今日はですねゲストさんをお呼びしておりますバーブローのマスターの中里さんです中里中里 NAKAZ へ中里はいどうもあの金曜日の三時からあの三十分させていただいております昼から語りバーの中里です中里さんよろしくお願いします軽い薬力

今日はお呼びいただきまして、ありがとうございます、これも一斉ね、このそうです、先ほどちょっとお話ししたんですけど僕たち誰でもゲスト出てくれキャンペーンも大々的に行っていまして、そしたら中里さん、唯一、紙に書いていただいて、出してくれと、ありがたいことに、30名ぐらい出たいって方はいたんですけど、連絡取ったら、本当に誰も返してこない中里さんだけです、その未遂なんだろうみたいなね。大好き皆さん では中里さん、ちょっと自己紹介といいますか、軽い略歴の方お願いしてもいいですか、本職の方ですか、本職の方で,の方でも、なんでも大丈夫です<前>あ。ありがとうございます、えーですね、私、沖縄市小屋1丁目、えー、小田十字路から小屋十字路に向かいまして、小屋駅を左に曲がって、一番奥のビルの2階にあります、バーブローのバーテンダーをしております、中里と申します。 で、こちらともう一つにですね、FM エム座、ええ、七十六点一ということで、こちらの金曜日から、ええ、三時から三十分。三時。あのお昼の、番組ではあるんですけども、このお酒のうんちくであったり。まあ、お客様との雑談を混ぜ、まあ、混ぜ合わせての、このカクテルメニューとしてという。おお、おしゃれだ。昼から語り場イン、口座のバーテンダーをしております。で、今日はですね、もう一個の役職の方がありまして、あの、その方の。 もう1個の役職の方で SP さんと、はい、ぜひこの共演させていただきたいなと思います、うん、何ですかそれ、ね、お申し込みいたしました、まあ、バーやっててもう1つ仕事がバーって関係するものって何からですでもささっきの紹介しかとは、うん、ハートカクテルに出てきそうな、うん、すごい名物だねみんなと混ぜ合わせてみたいな確かにね色々混ぜて言葉遊びとか、ねで,もうん、でももう1つはちなみに何ですか,ですかえっとですね私ですねあの、まあ、今 あの30前、今年29の28歳なんですけども、あの17歳の頃からスト,リートだストリートパフォーマンスを、簡単に言うと、ストリートダンスであったり、うんえー、和くんグラフィティとか、うん、あのヒップホップで。 このヒップ,ホープダンスをやってる<ー>まあそこのですねこの若手登竜門という意味でこの沖縄で頑張ってる子たちをこの県外にそして世界に出していきたいという部分でのイベントをやってたんですけども、まあ、そこのプロデューサーをしておりまして、まあ、その分の延長戦で、えー、私ビートボクサーあのビートボックスというビートボックス。はいこちらの正式名称がヒューマンビートボックスというんですけども言葉通りにこう人間がこのビートを奏でるビートの音になるということであのその。 ビートボックスで今回さんにービトボックスってことは口でも楽器ぶっつぱとかいうのを楽器どんどんやっていくやつそすごいね僕がコンタクト取らせていただいて中澤さんと最初は出させてくださいとで、バーの店長やってますああそうなんだ面白そうだと思ったらヒューマンビートボックスえ 昔、活動してました、えー <laughs> <laughs> 三段出る,出,る出る、出る、出る、ホップステップジャンプの驚きが、あなんかすごい方らしいんでもいやいや、すごくないですよ、すごくないですよ。あのえー 最近あの自分が名乗れる役職を計算したら十二個あった。十二個。え、もしかルパン三世ですか。何枚かぶってます。広く浅くがもっと。いやいや、十個の役職ってすごいな。俺もう十一個しかないから、俺は。お前あるんかい、そんな。ないないない。謙遜して一つって言って。でも、あの、ちは、あの、さ、さっき、あの。 ほんまモンのラジオといってアセロラさんから、え、ジじっすか、こざってことは沖縄かな、え、静岡から聞いておりますと。イェーイ静岡からありがとうございます沖縄さそうさエリーもまあ基本チュラさんレペゼンな感じでやってますんだよ逆に疑われる、逆に疑われる。逆に。でですね、あの、今日中里さんがゲストということで、こういった、え、質問も来ております。はい、お願いします。あの、上城秀也 はい、上後ろ SPC のメンバーだ SPC のメンバーも秀明に来ていまして千葉優さん一成さんビートボクサー中里さんこんばんはスーパードゥーパウーパールーパーと申しますはいありがとうございます僕はラップをしているのですがたまにラッパー仲間で集まりサイファーをするときビートボックスをすることがありますがあまり上手にできません特にビートボックスをしてるときは息が続かず1分ほどで疲れてしまいますし口の中も乾きます <laughs> グレートフルビートボクサーの中里さんは連続でどれぐらいビートボックスができますか <laughs>、うん、また長くやるコツなどがあれば教えてくださいと。確かにビートボックスやってたら、あの、まあ、下手なりにサイファーで順番回ってくる時とかあるじゃないですか。やるんですけど、もう7秒ぐらいで、もう息切れ。7秒お前、<laughs> 病院って声お2小節で息切れしちゃうんですけど。ピークフローチ低いよ、うな <laughs> <俺>この、うん。 なんかビートボックス続けるコツとか長続きさせるっていうのはあるんですかねやっぱりあのです、ね、この意外に、はい、あのお二人がこのヒップホップに関して精通してるっていう部分であの前振りを含めてお話しさせていただきたいんですけども有名どころで言いますあのツーパックさん2ーパックさんの名言がありましてお<う>あのツーパックさんって元あのちゃんと大学もきれいに出てらっしゃる方なんですよ。はいはい でこの大学を出る分での理由、はいえー、自分はヒップホップとしていい音楽を作りたい、はい、で作りたいという意味では造形だと、うん、造形をする分で頭悪いやつが造形をすることはできないと。なるほどいや これはすごい深い深言葉ね一応若干セリフは違うんですけども、はい、ニュアンス的にはそういったセリフがありましてでちゃんとして大学、まあ、この芸術学校みたいなの出られてあの、まあ、今皆さんこうヒップホップを聴いてらっしゃる皆さんにも,、はい、もう自分たち沖縄でもジャパンでもこう海外でも精通するようなアーティストにも伝説的なレジェンドなんですけどもまあそれと含めまして意外とですね。はい、ノリででややる分に楽楽譜譜見ないといけないいいととけんですようのがやっぱり このビートボックス的なものでこのビートの音符みたいなそういった部分も含めて小説であったり自分の中で決まったものを作っていってそこに安定させるような練習をしていけば意外と真似事でいけるっていう部分もちょっと限界があったりするのでそれほど1分ほどで疲れちゃったりっていうのは実際にあるんですけどもちょうど千葉優さんとですね打ち合わせの時にお話しさせていただきまして自分21に。 現金に対したんですけども、うん、あの18ぐらいだったかなあのバトルしましょうと、はい、<ー>いう話になります。てビ,ビートボックスとビートボックスとダンサーさん30人、はい、30人一クラスですよね<お>そうですねであの,その,あの条件が、えー、ダンサーさんが30名来ます。で1人 30秒ずつ持ち時間で踊ります、うん、でその部分でのビートを30人全部変えてあ30名30かける30ですよね,ね、はい、単純にじゃあ一つの要はヒップホップだったらループっていうのがあるんで同じビートか刻んでもいいんですけど30人も違うの作らないといけないってことですよねは,い、はあそれに合わせてダンサーさんちが踊るっていうそうですはあすごいですねちなみに僕が勝ちましたおダンサーが続かなかったんですか あのダンサーさんが30人踊りきりましたあーなるほど、はい、あのそれほどのレパートリーを中里さんが持っていたということでま、はい、まあまあ頑張らせていただいたんですけども<ー>でですねもしあの、えー、このリスナー今日の SBC、はい、のお聴きの皆さん,うん、うん、あれですよね30人と勝負はしたわけですけども。はい SPC さん2人と勝負するのは若干難しいかなと僕は感じておりましてそれはね俺たち100人力的なところあるから1人100人力200人と勝負してください僕と違うでちょっと軽く中野さんもビートボクサーということで俺たちラッパーじゃないっすかチェケラーみたいな感じでチェケラーだから朝起きてからチェケラーだから朝起きて夜寝るときもチェケラーなんでちょっとセッション的な これ中里さんの力量見るじゃないですけど、ちょっと中里っちにしてもらおうかそうお前何目線中里っちに一回、ビートボックスってどういうものかというのをリスナーさんにそれに僕たちが合わせて、ちょっとラッピングをしようかな。すみません、最初の30秒ぐらい、自分がパフォーマンスさせていただきますので、その後にちょっと普通に、ポン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 、中里に入っていって。は それよりもあれかな、中里さんに一回ビートボックスというのをそう見せてもらって、それで一旦終わってこういう感じですみたいない。ビートボックス、そこ、すごくないと思うよ、ほら、ね。中里さん、一回ビートボックスをやってもらっていいですか。 おいや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 あのリスナーの皆さん今のは口だけで奏でた音ですこれはね c g とかじゃないんですよ口でドラムの音を奏でるということで何それ何それ何それあっビートボックスかゆい的なじゃないよじゃないよいみたいなすご中里さんこうおいくつからされてるんですかえっとですね自分始めた頃たまたまですねあの 両親が借りてきたあのパフォーマンスビデオみたいなのがありましてそれを見てヒューマンビートボックスをやってる方がいましてこれすっげえかっけと思ったのが、えー、5歳の頃です5歳はい5歳, ?5 歳とかポンキッキー見てるだけだったからねおはようさん皆さん準備はいいですかの時だったね <laughs> 本当にその時がビートボックスなんてもう分からないつゆ知らずで,でせっかくだからちょっとセッションしちゃおうか、はい、千葉よそうだね、うん、今のでも こんな感じでビートが始まったからには、やるしかないだろうね。Yeah, S, B, C, C, H, I, B, A, Y, e a h うん h、uh. 76.1明日の元気から今日の天気小棚中心地踏まぬブレイク常に好成績目的地耳風呂も奥地へ電波リメンバー君に届けんだ2100年にも聞いてる舞さ一体全体実際一切合切聞きたいノリはフリースタイルじ <Yeah, S 1> どれにしようかってミニミニマリも右も左も西も東も初めて小槌君にも愛を心とビートで鼓膜にライド沖縄シェクなら糸数め気が気になるケッにも意味ある 気になるからつけとけ <Yeah. S 1> ヒットマックスイッチ <What? S 1> チャンネル FM761 イエーありがとうございます <Yeah. S 1> 僕たちラジオで初めてラップしたと思います日ップ感が今日1出たね1出ましたね<ー>そうですねありがとうございますまあこういった感じで、うん、あのビートボックスといでもあるんですか例えば僕たちやっぱラッパーのフリースタイルやりたい衝動あるんですよ そういったビートとかも全然いいスタイルといの即興で今のはちょっと僕たちの既存の曲なんですけどフリースタイルはもうその場でトップオブザヘッドラップをするという即興のものなんですけどそれとかもできたりするんですかねはい、はい、も,うもちろんですさせていただきたいと思いますどできるから千葉番 CM いっとくか CM を挟んでのフリースタイル 先輩さんがすごいああの方が入れない方入れない方が来ていませマイク入るオッケーこんでやろう早くちょっメッセージ一斉来てるからああんそうねオッケーオッケーもう違う全部読むメッセージメッセージ二つ二つ来てる二つお前だじゃあ開いたお願いしオッケー ラップはされないんですかああの今後、活動では潰していこうと思ってるんで今日はラップはします,ます今日は、まあ、もしかしたらやるかもしれんしそ<う>終わりに近づいてい<笑><笑>先輩の前でね。 先輩からですね、LINE <laughs> のコメントで、超笑える<笑><笑>自分たちもゲスト出たいね、千葉よね。そうだね、れ、ね、からね。中里さんの時間あれば出させてください、僕たちも。あもちろん、ぜひぜひもちろんです、はい。遊びに来てください。中里最初にちょっとお伝えするとすると、はい、僕たちの番組、ツイキャスは静止動画ぐらい動かないです。 あ,あも,うもちろんもちろん大丈夫です。うん、あのー、アセロラさん、ありがとう <laughs> ありがとう <laughs>、まあ、メッセージの方はいただいてるんでね、CM 開、はい、けたら読みたいと思います。<laughs> じゃメッセージ開けて。俺から言えないいよ, <laughs> よ。 ささあん始ままりしよ今日はゲスト、中里バ中里の店長であり、ヒューマンビートボックスの中里が来ております。よ先ほどもねビートボックスに合わせてラップしたのいい感じじゃないですか。いい感じですね。おいおい、ちょっと僕たちも即興でラップさせてくれたのを全心快く引き受けてくれたんで、で今日メすませんメッセージの前に申し訳ないんですけど。 まあせっかくなんで引き受けたとか何でも今日ね,ですねみんな楽しんでいきたいと思いますので s p c v s あブローの警護ということでああはい自分もあのちょっと打ち合わせで無視してがっつり編曲でビート合わせていくんで <laughs> 全然かかってこい,はいこれで乗ってこれなかったの放送時間終わっちゃったら SPC さんの負けということで,大丈夫ですか勝負ですね。 これは千葉よさっき30人ダンサー相手に全部アプローチを変えてきた中里とあのヒップホップでありエンターテイナーである私。 たち f p c の勝負だから俺たちに務まるのかってことあるいやいやいややってくださいよこのバチバチな試合みんな見たいだったら動画でも FM761 でもチェックしとけってことはメッセージはいダはいはいということでメッセージですどうぞ1アウト天然ボケさんからいただいておりますと久しぶりにメッセージしますありがとうございますずっとしながったのは上条美樹さんの大ファンですからメッセージしていなかったごめんなさい俺たちにも送って くれよ <laughs> くれよくれよラップでしてほしいのをメッセージします。お、おいいね、あこれからしたらラップで。えー、待ってよ。じゃあ今日は普通に思うね。うん、え、セリフ。よよよ。日曜日、日曜日、とっとっとって言えばコケコッコって。おい、俺ってりか。そう、こざラジオといえば俺よよ。えー、誰かと思ってる。君よく聞けば俺はいい声の一星さむっ山ちゃん、こんばんは。ラップ終わり。 そんな空気になっちゃったね。なるほどね。なるほどねあのですね、今ので僕たちの力量ばれちゃったかな <laughs> こんなもんですね。天然ボクサー、ありがとうございます。はい、わざわざ,ざリリックいただいて。<laughs> じゃあ、いやいやこれ、三角だから。 中田さん呼んでもらおうか。あ、そうだね。はい、ありがとうございます。読んでいただいていいですか。お昼のまじ、真面目な感じで。お昼の真面目な感じで。お願いします。真面目な感じで。はい、了解です。こちらですね。小沢之助さんからコメントをいただいております。はい、え、千葉優さん、一誠さん、中里さん、皆さん、こんばんは。こんばんは。最近、FM 小ム座の番組にちょいちょい新食している小沢之助です。笑いということなんですけども。自分もいつか、 F. B. I. がではなく、S. P. C. がに出演したいです。今夜もよろしくお願いしますということなんですけども、逮捕しちゃうぞ。はい、フリース。はい、S. P. C. です。FBI じゃねえで、お昼の番組、ガチこのテンションで。お昼感が。お昼感がありますね。中ん出していきましょうよ。はい、もう今日はね、あのお昼の見れない夜の中田さん。をい、よろしくお願い。出していきたいと思うんですけど。 あ中田、はい、ちなみに昼の番組はどういった番組されているか聞いとい、ね、うと、ん、昼から語りバーインコザということでちらっとお話ししたんですけれども、うんえー、基本的にはこの FM コザで、えー、バーカウンターを持ってカウンター,をーの中でこのトークをしながら私がバーテンダーをするということなんですけども <laughs>、まあ、そういった部分でですねあのお酒のうんちくであったり、えー、毎週毎週このリクエストをいただきましたこのお酒のうんちくをお話しさせていただいております。 お酒のちなみに一星もなんかお酒のいや俺バーって行ったらさすごい苦い思いでしかなくて、うん、あの結構ねあのすごいタキシード着ている蝶ネクタイつけているバーに行った時に全然カクテルか分からんからなんかおすすめのカクテルくださいって女性の人に言ったらこれブルームーンって言いますとてされたわけさブルームーンって三角グラスに入ってるあの青いカクテルなんだけど何かおしゃれだねそうあ しなんかあんのって言ったらこれはお客様が女性を誘った時「こうい、ん、うホテル行こうぜ」って、はい、月が青くなることはありえないから <laughs>、うん、あなたはありえないですって意味だよってで俺に言ったんだと思って <laughs> そういうのがあるんですけど長瀬さんどうなんですかこれって <laughs> やっぱ拒否されたう、ね、あのー、まあもうブルームーン自体はこの、うん、カクテルの意味合いとしてできない相談であったりまあその、うん ときのバーテンダーさんが何を思ってっていうのも分からないんですけども、まあ、一つこのお断りという部分での意味合いでお出ししたりとかいうのもあるんですけども <laughs> はいはい別に僕はそんな肉食系出してなかったけどな <laughs> でもあれですよ中里さんちなみになんですけどあのバーのこういった関係の番組ということなんですがはいお店自体は沖縄市にあったりしないっすよねま,まさかねまあ近いわけないよ FM 小ら、うん、えっとですねちょっとあの、うん、自分も ガソリン注入してる分で、真面目の部分はあと2分で仕上げるので <laughs> リスナーの皆さんも含めて聞いていただきたいんですけども、はい、え私改めまして、はい、沖縄市五谷一丁目五谷駅から曲がりましての一番奥のビル通り自体は五谷一通りと申しましてそこの一番奥にあります黒い看板のバーグローというお店のバーテンダーをしております。 え基本的には8時からオープンしておりまして、えー、カクテルは、えー、メニューがございません。お,でお客様も,もあ、ねあ、もちろん、あの<ー>この時この時にあにお客様の,あのお口であったり、この雰囲気であったり<ー>あの、まあ、いろんなもので、このフィーリングを大事にして<ー>、えー、カクテルトークをいろいろしていきながら盛り上がっていきたいなと思っているんですけども、まあ、そういった部分でですね、あの皆さん、この FM 講座も含めて、大きな足を盛り上げていけたらなと思ってお,る、はい、おります。 なんでダパンか出てくれば歌いたかった AKB さんこんばんはもう真面目なの嫌だってすごいねいっブルーム飲み放題じゃんブルーム飲み放題そんな拒否られんからいつもいつもで今日クルー海斗さんからもどうもこんばんはとであとマイキさんから初見ですとぜひぜひ聴いてってくださいちょっとですねあととしとしさんから来てましてお芸能人さんだこんにちはこんばんはこんばんはとえっていいす 芸能人みんな芸能人だね今日も <laughs> まあまあある意味ね <laughs> っていう感じでじゃあせっかくだから、うん、俺はフリースやっちゃうかやっちゃういいんすかやっちゃう Yeah, 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 誰かに行くか違う。よ Yeah, uh, e f r e f r e リップ e ップリッ e リスタイル。こんな感じでラジオ中。Yeah, こんな感じでフリスタイル。始まる行ってる間に中里のビートがツクツクツク行ってるけど、これはタイのツクツクよりも速い。こんな感じでスクイード行ってるけど、俺は c h i b a y u s p c フロム代表。次はイス一戦、サラモンドゥ Yeah, マイク回ってきたらかますよ。とか言ってる間にまずは酒を飲みて。とか言ってるアルコール。より女の子から受けたい。 「いやくれよ俺たちもとラブハート」「とか言ってやる間にアップアップしやなちまたこのようなビートでどうでしょうヒートアップで変則ビート」 ヒードアップな感じで俺はずっとヒーヒー言ってるそれはトムヤャン君言ってるけど俺は全然食えないよおかわりちょうだいそれならどうか言ってくださいおまわりさんこちらです俺らを捕まえてみんな逮捕しなそれでワッパかけられるのなら yeah, ワッパワッパちょっと止まったとか言われても止まらないこういうところで変則ビートみんなも死んだら天国に行こう <laughs> yeah, このままのっけてやるぜこのような音でも乗りこなすサーファー みたいな感じだ何か感じたら書き込めよ Facebook ホームランバッターベイブルースよう書き込めみんなもライカコーヤーテイクはない退屈もないからバイブス高めて上昇さらに少々 yeah 少々少々お待ちしおこしょうならばさしすせそうならば俺は何をつけようこのスパイスインド人もびっくりてな感じ SPC から千葉へお相手は一斉参道ここで ザ里のビートが鳴り響く小屋の街ちょっと聴いてるか 761FM 小ザ聴いてる皆さんはブーチャヘンザお耳を立てて耳立ててウサギならば月へお帰りまるでブルーム出されたこれはバーテンダーなりの感じで俺何言ってんだそれでガンダムで言えばちょっとニュータイプバリのラップ聞かせる Yeah, yeah, yeah. まだまだ長くやるようだってとか今でこうやって今日は中里がゲストこの後どうやるの Yeah マイクを持ったらこのようなビートが聞こえてきたからやったやるぜよブルームさっき言ったザ俺らがプルートまるで原子力発電所じゃない人間発電所できない人間は MC は肉だとか言ってたようなニップスだった方デブラチカこうやって俺らず選ば 「yeah, まだまだ倍速でやってるこのようなビートもまだオフビート多すぎとピーコみたいな辛口か早口かハンプティーダンプティーかわかんかお前たちリスナーちゃんと聞け真実の耳」「いや真実の耳はロバの耳なんて俺の耳に念仏言ってもそれはなむあみブ仏でちょっとシカトしてる間になるぜ木魚ポンポン」「マイキーさんありがとうブルームーンの酒言葉はまたとない奇跡」「どんよかんでもいって」 俺はちょっと知性があるけどこれは何もかまわんけどごめんなさい。 Yeah, いや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 俺がマイクを持ったらこのような喋り出すとまるで止まらん。まるで高速回転中。出てくるワードがそう配戦争。いや、ライガーオシャレでパリジェンヌ。てか逆生数すら100点中。なんてでしょうかってわからないとか言ってるけれども羽ばたかない。てかまだファクセイとか羽ばたかない。いや、そんなんじゃヒップホは変わりゃしない。まだマイクを持ってお前らリスナーの中心部。もうマイクを持って通信中。吐くライムのお前ら。いや、目がけるぜ。いや、yeah, 目がけるぜ。ここで何を。 吐き出すここでちょっと真ん中行ってる間にビートを投げるここでダースで行ったら真ん中50 20 30これはありこの保険じゃねえから俺はちょっとかける言葉はないけれどもここでくるくる回るルーレット赤白黒黄,黄色いろいろあるテイクをでもらうフリースタイル一世パスいいややパスか いや、yeah, まだまだやっていくぞ。俺たち一体何分やってんだとか言ってる私がサラマンだ。そう、皆さん挨拶こんばんは。い、yeah, やラジオをやっての本番だ。い、yeah, やもしくは食べたい当番だ。そう、辛口だけどもやってるビートだ。そろそろ終わろうかな、かざと。<Yeah. S 1> ありがとうございます。 このねなんかあの、あれ、終わるあおまだやるみたいな感じが、このね、やっぱ現場感楽しいよね、楽しいですね、いや、ありがとうございます、じゃっとさ、ここまでがっつりやったのは初めてじゃないですか、僕たちも。こんなね、スキルがない僕たちに合わせてくれる、中澤さん、大ですねガンガン合わせてくれましたよね、ありがとうございます、めっちゃ汗かいてますた、旦さん、ちょっと一言いただいていいですか。 まだまだいけると思うまだまだいけると思うまだまだいけると思ういけるかな曲いっちゃういっちゃういった1 <laughs> 一回休憩し <laughs> いつはい曲をいきたいと思います SPC の何かの曲ちょうどいい、ね <laughs> はい はい。あ、自分組でですか。はい、どうぞはい、お願いします。ありがとうございます。ツイキャスからコメントいただいております。AKB ファンさん、久しぶりやなということなんですけども、はい。お久しぶりでございます。と、自分がおっしゃってもいいんですかね。いいんです、いいんです。いいんです。でこちらまだまだいただいておりますね。はい。 舞木さん、イキさん、えー、マイキさん、舞木さん、ブルームインの先言葉って、確かできない相談、<お>奇跡の予感だった気がします、そうですね、さすがでございます。あそういうい意味合いもの部分に関しては、ですねあのシチュエーションにあるんですけども、まあこの本来の部分で、まあこのできない相談と、このまあ逆にあ、できないっていう部分でですね、うんうん、できないことを、この。 するとといいう部分ではまあ奇跡に近なるほどですね。でもですね、マイキさん、僕はこの女性のバーテンダーさんから、<laughs> あなたは無理というふうに相談を受けました。 一斉は無理、無理らしいです。はい、ですね、沖縄、久々に、久しぶりに行ってみたいです。ということで。札幌って書いてます。札幌、すごい。北す大地から。あの、ブルーハーブですね。北の、北からいただく。はい。はい、ということでね。来てください。はい、もうコメントもいただいておりますけども。お忙しい。さん、が、この。ヒップホップとか、ハマったのって、なんかあるんですか。 もともと、えっとですね、あの,元々の,あの発祥自体はすごい、うん、あの大好きでいろんな諸説あるんですけども自分がちらっと聞いたやつで言えばもともとゴスペルであったりこの教会のミサであったり歌ってる子たちを見ててうちらはうちなりの音楽ができるとうんいうのでストリートからもう本当にこのハンドビート でフットビートまあ足踏みであったり手を叩く指を鳴らすであったりからスタートしたものっていうふうに聞いたんですよ初めの頃がで自分もあのそういった部分であのお仕事俺らでもできるっていいじゃないですかああ分かりますそれ逆にこうヒップホップでやっていく分に崩していくものが大事っていうのもあるのでまあそういったものも含めて この音楽がすごい魅力的に感じたっていうのがスタートですねう、はい、伊藤聖子さんも言ってたよね、はい、あのー、うあの何海岸で指鳴らすだけみたいなインクスティックねインクスティックでクックて指鳴らすだけ、はい、あのラジオで米軍放送のラジオを聞いてラップを聞いてみたいなこと言ったよねうんうんあそういった面でやっぱ最初は音鳴くとか <laughs> <ん>そ指とかでやりながらそうですねもともとあのー、ステージに出た頃はあのまあお二人と一緒で こうリリックを書いて歌う歌ってってやってたんですけども今回はですねこのビートボックスでこの「沖縄市」で専念していきたいなと思っておりましてあこれからじゃあ本格的にまた活動を始められるとか、はい、この皆さんのね耳元にう こうブンスカ行ってるバーテンダーっていうのが今年の目標でございます。<laughs> ああちなみに、あの、さっき僕がバーはどんな雰囲気ですかって言ったら、はい、ジャズとか流していると聞いたんですけど、ね、これって例えば僕たちのような若者が行ってフリースタイル始めてもいいバーなんですかあ、はい、あ、もうこれはもうちろんもちろん、まあ、その TPO にもあるんですけどもそうですね、まあ、雰囲気的に、まあまあ、今後とも、この音楽業界の人たちをいろんな方をお呼びして、いいね、この沖縄を、沖縄市を盛り上げていこうっていう部分で、頑張っていきたいなと。はい SPG さんもぜひ皆さん残りの時間ちょっと提案なんですけども実際ですねここ素直に言います若干千葉優さんのとこでの千葉うさんが迷ってる分で俺も迷いました千葉優ビートでアプローチしてよということですねちょっといじめに入りたいと思いますのでぜひいじめてください 完璧変則ビートで3分ぐらいいくんで,で、入るタイミングとかも一切無視していきます。わかります、それと僕たちは追っかけていけばいい感じで、すね2人がそこに乗っかっていって、っていう部分での3分間、わかります。じゃあ、千葉れ小説とか何小説か関係なしに乗れると思ったら入っていこう。う オッケーですじゃあ、お願い、じゃあみ、みんディスナー・ウさん、今から、中里さんがヒューマンビートボックスを、自分がためのつまり、マスターベーションで、あのもうフリースタイルでヒューマンビートボックスかますんで、僕たちが即興でその音に乗っかれるか、乗っかれないか、うん、乗っかれたら僕たちの勝ち、乗っかれなかったら中里さんの勝ちです。確かな耳、用意してチェックしてください。今週のね、放送をお待ちしておりました。これこそ、ブロー VSPC の番ルということで、すけ<ー>ていただきたいと思います。いや

yeah, 一番バッターで入り出す yeah こいつか SPC のキレイヤーがマスカのゲストで今登場とか言ってる間に不堂々まだまだ入っていく俺たち頭の中には命点とかそれは禁じてとか言ってるどんなビートでも乗りこなすとか言ってるけれども乗りこなす yeah 抑え出すことなく yeah まるでビートの頭の中リミッタの解除かいいジョーカーとか言ってる間に一枚のジョーカー弾いたところでしょうか運動こうやって浄化を運動 いやひ <Yeah. S 1> でやこいつがひでや <laughs> 消化じゃなくて俺が召喚されてる立場いやわからないバチバチなこのバトルに俺が参戦していくぜ、yeah、参加しない俺たちはもっとゴールド、yeah、こんな感じ黄金の街道そう小座のストリート上でやっているのと同じで電波に乗っけて何かに届けるそんな風にやってるぜシンガーソングライティングかましまくる yeah. 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 シンガーソングライターシンガーどんぐらい強いか分からん俺がまだぐらい見やってるけ 一線 <Yeah. S 2>、yeah, がこんな感じだから俺が入るぜ中里とビートこれはまるで中いメロみたいにスルスル滑ればいいんじゃねえの雪だるまで言えばるまるこれで言ったらの×××バツ,バツ,バツじゃなくてそろうぜ777こんな感じでオンダストリートコーザーオンダストリートコーザーオンダストリートここはパーカーベニューで一ってるぜコーザよくできときあ まさかのこうから倍速ビートまるでうまいやつ前に行こうとか言ってるけれどもまだまだフルライアウェイとか言ってる間にそうだなこれが韓国戦闘日本みたいなフライアウェイ俺たち日本人だ肌はひどい見てくるそのちひどいとか言っ で、乗っかっていく、こんなようなよう、俺たち、SPC フロム一世、サラマンダーから、千葉うから、ヒデやマイク回すぞ、次の8小節で終了、とか言ってるけど、MA、サラマンダーから、ヒデヤに、パスタマイク、パスタマイクもらったぜ、こんな感じ、やっている、ハイクならば、ゴーシチ、ゴ,ゴーシチ、まだまだ続いていく、フリースタイルのようだ、まだまだやっていくぜ、用済み、なんかのはなしでしょ、こうやってからかましまくる、ラップのショーイこのままクラッシュするぜ、え めっちゃかっこいいことやってんじゃんだからこのまま飛び火している心の導か線の中にちゃっかメイクをファイヤーしただけだから北よぎのワンシティからこの小座の街かなりヤバいビートをましてるじゃん中だとさマジでリスペクトキラ いや、yeah, 小 h の街からみんな聞いとけよ。音の価値とかみんなこ葉が音の達。y e 感じまったか関係なし。噛めば噛むほど甘くなってくる俺たちのライム。y e まだまだやってるこのビートちょうだいとか言ってる間に頭の中がチガいかとか変雑ザが言ってる間に俺らがここからチャッタンチョウから沖縄市からあと一人、yeah. <Yeah. S 2> チ。チャッチャッチャタンチョウ か、かみせ、こから知って早なってる、ち葉ゆ、行ってくぜ、ビート、よや、早くなってもこんな感じ、俺は自分のビートを保つだけ、いや、中座とか合わせるんじゃなくて、俺に乗っかせ、I'm the king、いってるぜ、こんな感じで、キング、キング、言ったらこんな感じで、キング、クラッキング、ここから俺がどうでもいいぜ、プロッフロプロッ。 よーい、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 よちの勝ちい、よーりがとうござい、エンディング、いや、中里、ディスリスペクト、ディスリスペクト、俺ら友達、いつ気づけるの、いい関係、気づいたぜ、で、今、マイキさんから、北海道でバーテンダーのバイトをしてますと、何かアドバイスいいですか <laughs> <laughs> 雑な<の> <laughs> そうですね、あの一緒にこの沖縄、北海道とね、こうバーテンダーというものはです、ねあの、一つにあの自分と自分にとっては、そしてあの自分以外のバーテンダーの皆さんにとって、本当にこのバーに来られる皆様たちへね、あの夢を与える職業だと思っております、まあ、そういった部分で,です、ねまあ、日本全国、まさに海外、この日本の,この技術であったり、まあもの、いろんなものをね、こう広めていきたいなと。 思っております間違ってない、何も間違ってないそして SPC からヒデア君が急に来てくれましたありがとうございます面白そうだったんで来ましたお前がヒデであとマイクさんからあと1通来てましてすげえ32ビートか64ビートとハテナ来てますけどちょっといじめてみました

言葉もしくは中里のビート、秀での眼鏡見たいやつは来てくれ、<laughs> やっぱりねあの、沖縄ってガジュマルがよく咲いてるんでえ、なんで最後、さん <laughs> 最後こそあげるや、<laughs> お前、最後こそあげるよ、<laughs> じゃ千葉もまた中里さん、最後に今日出ていただいて、どうでしたはいそうですね、まあ、今回ですね、うん、あの後々、いろいろ、またバー以外でのステージでも出会う機会があると思いますので、はい、その時にまた再選いたしましょう。 最終戦。はい、今度は負けないぜ。<laughs> 一斉が熱くなってね。<laughs> ああ今日はですね、バーブローから中里さんをお呼びしました。ありがとうございました。SPC からは千葉優です。一斉です。いでです。あと2人いたら SPC です。ありがとうございま聞いてください。ありがとうございました。